今年も開催が決定した現役ドラフト。そこで今回の動画では各球団ごとに現役ドラフトの候補となる選手2名を考察したいと思います。今回は楽天について見ていきます。まずは現役ドラフトのルールとして定められている現役ドラフトの対象外となる選手について。対象外となってくるのが外国人選手、育成選手、複数年契約を交わしている選手、 FA 有資格者、過去に FA 権を行使したことのある選手、年俸5000万円以上の選手、ただ1名に限り5000万円以上、1億円未満が可、前年のシーズン終了以降に契約譲渡で獲得した選手、これはトレードや現役ドラフトが該当します。そしてシーズン終了後に育成から支配下になった選手、これらの選手が自動的に現役ドラフトの対象外となります。本題に戻しまして、現在楽天に所属している支配下の日本人ピッチャーが以上の選手たち。まずはこの中から現役ドラフトの対象外となる選手から見ていきます。まずは FA 権を取得、公式経験のある選手。投手陣の中では松井裕樹、岸、則本、田中将大、唐島選手がこれに該当します。ここからは現役ドラフトの候補に当てはまる選手ですが、常識的に考えると対象外となってくるであろう選手たち。まずは2023年シーズンルーキーイヤーを過ごした庄司、駒子、渡辺翔太、伊藤真央、林選手、当然候補から外れるでしょう。続いて23年シーズン一軍戦力として戦った選手たち。現役ドラフトの概念を考えるとこれらの選手も候補から外れてくるでしょう。そしてチームの将来を担う若手選手、対選手も現役ドラフトの候補となる可能性はかなり低いでしょう。まだ候補が多いのでさらに絞るとすると、2年目を終えたばかりの選手たち、先ほどの対選手を除くと松井友高、西垣、吉川、宮森選手らが2年目を終えたばかり。昨年の現役ドラフトでは早くても3年目を終えた選手が候補として出されましたので、2年目を終えた選手というのは可能性として低いのかなと思います。現役ドラフトのルールにのっとり候補から外れる選手、そして当チャンネルが予想する候補から外れる選手を合わせたこれらの投手陣を除くと、残った支配下のピッチャーは高田光一、内間、藤平、鶴崎、滝中、湯気、藤井選手の7名となります。残った7名の選手の中で藤平、滝中、藤井選手らはチームが先発ローテーションの高齢化となってきているので、こういったチーム内では比較的経験のある先発ローテーション候補の選手は必要かなと思い、候補からは除外。また高田光一、内間選手は3年目のシーズンを終えたばかりで、もちろん候補に入る可能性もありますが低いと予想。そして鶴崎選手は今シーズン少ない登板数ながら 1,2 軍で数字を残し、また先日の10月19日に右肘の手術を受け、実戦復帰まで 3,4 ヶ月かかるとのことなので、可能性は低いのかなと思われます。となると湯気選手が現役ドラフト有力候補になってくるのかなと予想します。その湯気選手、5年目のシーズンを終え、今シーズンは1軍で12試合の登板に終わり、防御率 5.59、ウィップ 1.66 と結果を残せませんでした。一方2軍では33登板で防御率 1.73、 ウィップ 1.00 と圧巻の投球内容で、力はまだまだあります。環境が変われば1軍で結果を残す可能性もある選手だと思いますし、左のリリーバーとして他球団からの需要も少なからずありそうです。そういったことも含め現役ドラフト候補にぴったりの選手かなと思い予想しました。続いて野手陣。
現在チームに所属している支配下の野手が以上の選手。投手と同様に候補から除外される選手から見ていきます。まずは FA 権を取得、行使した経験のある選手。野手では浅村、茂木、鈴木大地、岡島、島内選手が該当します。続いて前年のシーズン終了以降に契約譲渡で獲得した選手について、昨年オフにトレードで加入した阿部選手がこれに該当します。ここからは現役ドラフト候補に当てはまる選手ですが、常識的に考えると対象外となるであろう選手たち。まずは2023年シーズンルーキーイヤーを過ごした平辰巳晃之助選手、当然候補からは外れてくるでしょう。続いて23年シーズン一軍戦力として主に戦った選手たち。これは FA カウンターさんの一軍登録日数を参照し、23年シーズン一軍登録日数が100試合以上となった選手をピックアップ。現役ドラフトの概念から考えて、これらの選手も対象外となってくるでしょう。最後に若手選手。これらの選手も現役ドラフトの候補となる可能性は低いのかなと思われます。現役ドラフトのルールにのっとり候補から外れる選手、そして当チャンネルが予想する候補から外れる選手を合わせたこれらの選手を除くと、残った支配下の野手は田中孝也、堀内、石原、渡辺芳明選手の4名となります。残った4名の選手の中でキャッチャー登録の田中孝也、堀内、石原選手の3名はコンフ、住谷選手を放出し、先日のドラフトではキャッチャーのポジションの補強がなかったので、これ以上キャッチャーのリリースはないのかなと思い、候補からは除外となると渡辺義明選手が有力候補になってくるのかなと思われます。5年目のシーズンを終えた渡辺選手、今シーズン2軍では77試合で打率3割7分2厘、1ホーマー37打点、OPS853 と圧巻の成績を残しましたが、1軍では25試合の出場で打率1割4分3厘、3打点、OPS365 と結果を残せませんでした。2軍では毎年数字を残している渡辺選手、内外野守れるユーティリティさも兼ね備えていますので、他球団からの需要もある選手かと思います。1軍においても2021年に45試合で打率2割7分3厘と少し結果を残したこともありますので、現役ドラフト候補となれば人気になる選手かと思い、候補として予想しました。はい、ということで今回は楽天の現役ドラフト候補2選手の予想を行いました。当チャンネルは投手から湯気選手、野手から渡辺義明選手を予想しましたが、皆さんはどの選手が候補となると考えていますでしょうか。ぜひコメント欄に書いていただいて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。